奇跡だった4日間で見せたインパクトは、特大日本が誇る、スマイリングシンデレラが脚光を浴びている。現地時間8月7日に幕を閉じた女子ゴルフの今季、メジャー最終戦、AIG 全英女子オープン、a m ュアフィールドリンクスを戦い切った、渋野日向子、サントリーだ。もっとも、勝利を掴み取れたわけではない。19年の同大会女王は、 当時を想起させるようなプレーを見せつけた渋野日向子は最終的に優勝を飾ったシュリー部杯南アフリカに1打差と迫る健闘ぶり惜しくもチョン・インジ韓国が進んだ優勝決定プレーオフには駒を進められなかったものの実力は十分に発揮した本人も本当に奇跡だったと思うと振り返った4日間 そこで見せつけられた23歳の躍動は、各国メディアやファンにも小さくないインパクトを残した。その中でクローズアップされているのは、ラウンド前に見せていた渋子体操だ。緊張をほぐす意味も込め、片足立ちしながら足の筋肉を動かし、左右にジャンプを繰り返した。 そんな渋野ひな子が見せた何気ない振る舞いは大会後も反響が続いている。米ゴルフ専門メディアゴルフマジックは彼女が素晴らしかったのはゴルフだけではなかったとした上でプレイ以外でも渋野に異形の念を抱く人々が続出していると強調した。ラウンド前に緊張をほぐす方法がわからなければ彼女を見ればいい。 この前衛でもとても参考になるストレッチをしていたまた、同メディアは海外ファンの間でも渋子体操が話題になっていると紹介。その上で、ファンを夢中にさせた渋野は、信じられないほど印象的なルーティンワークで、世界トップ水準のバランス感覚と体の強さを見せつけたと改めて賛辞を送っている。 日本だけでなく、世界も虜にしている渋野ひな子。惜しくも体感はならなかったが、また新しいことを覚えられたということもあると自信を深めた彼女には、今後も注目だ。入りすぎて怖かったピン型一筋マレット型が、最大のチェンジ渋野ひな子のクラブセッティングウェッジも、ツアーモデルから優しいものに3年前に、 AIG 全英女子オープンを制した時も今年も14本ともピンのクラブを使っている渋野日向子。一見、大幅なクラブ変更はしていない印象ですが、実は14本中9本のクラブを変更していました。最も大きな変更はパター。プロ転校後からずっとピン型パター一筋だった渋野日向子は、 3年前の AIG 全英女子オープンから今年7月までシグマにアンサーを使い続けていました。しかし今年7月のアムンデビアン選手権から突然削り出しのマレット型パターン PLDDS72 を投入 PLDDS72 はノンインサートのパターンなので形状も打漢も シグマにアンサーとは全く違うタイプです。シンパター投入初戦、アムンディエビアン選手権では、結果が出せず126位で予選落ち。しかし、2戦目のスコットランド女子オープンでは、予選落ちしたものの初日は1アンダーとパッティングは悪く、ありませんでした。そして3戦目となった AIG 全英女子オープンでは、初日からパッティングが冴えました。 初日終了後にはこんなにパターンが入るのは久しぶりすぎて怖かったですと語っていたほど校長のパターンで3日目には66をマーク4日間を通してショートパットのミスが少なかったことが1打差の3位に大きく貢献したことは間違いありませんまたフェアウェイウッドとユーティリティに関しては モデルだけでなくバン構成が変わっています。3年前は3番ウッドと5番ウッド。そしてユーティリティが 3U、4U。3番ウッドにはロースピンタイプの G410LST を使っていました。しかし、現在は3番ウッドと7番ウッドの組み合わせにして、ユーティリティは 5U、6U。 3番ウッドも完成モーメントが大きい G425MAX にしていて全体的にミスに寛容な優しいセッティングになっていますアイアンは3年前も現在も I210 を使っていますが3年前は5番から PW までの6本入れていたのを現在は6番から9番までの4本にしています BW の代わりに使うようになったのが46度のウェッジ。ちなみにウェッジもツアーモデルのグライドフォージドからアマチュアゴルファーに人気があるグライド3例に変更しています14本のセッティングで変わっていないのがアイアン4本とドライバーの G410 プラスのみただしドライバーのシャフトはスピーダーエボロクから スピーダー NX になっています。ロフトも3年前は10、5度だったのが、今は9度。ロフトを立てたのは、スイング改造によって力強いスイングに生まれ変わった影響もあるでしょう。過去3年のクラブセッティングを振り返ると、渋野日向子選手は一気にクラブを変えるのではなく、 小さなマイナーチェンジを繰り返しながら自分のスイングに合わせたクラブを選択しているようです2022全英女子オープンのセッティングドライバー G410 プラスロフト9度,度シャフトスピーダー NXSFWG425MAX3W145 度、7W205 度シャフト スピーダー NXSUTG425 ハイブリッド 5U 26度シャフトスピーダー TR ハイブリッド UTG425 ハイブリッド 6U 30度シャフトスピーダー TR ハイブリッドアイアン I210 番手 6I-9I シャフト MCI80R ウェッジグライド3 0 46度52度 54度58度シャフト MCI マイルド105パター PLDDS722019 全英女子オープンのセッティングドライバー G410 プラスロフト105度シャフトスピーダーエボ 6SRFWG410LST3 ワット145度シャフトスピードエボ 6SRFWG4105 ワット 17 5度シャフト、スピーダーエボク s r u t g 4 1 0ハイブリッド、3U、19度 4U、22度シャフト、ダイヤモンドスピーダー HB7 アイアン I210、バンテ I、5I、PW シャフト、MCI80R、ウェジグライドフォージド、52度58度シャフト、KBS ツアー90、R パターシグマニアンサー Thank you for watching! ルーティンでついた新たな愛称日本人シンデレラ言いたいだけ渋野ひな子新愛称の由来となったものとは7日まで行われた米女子ゴルフの海外メジャー今季最終戦 AIG 全英女子オープンで渋野ひな子サントリーが1打差の3位に入り大会を盛り上げた2019年の優勝時に海外メディアによって スマイリングシンデレラのニックネームが生まれたが、大会公式は新たな愛称を紹介。由来となった渋野ひな子の画像を公開すると、日本人ファンからもはやシンデレラ言いたいだけ、とコメントが寄せられた。渋野ひな子はショット練習場にいた、トレーナーに紺のパンツスタイル、クラブを手に腰を折り、 体を伸ばしているようだ両膝を折り曲げスクワットのような体勢も今大会米記者や海外メディアから注目を集めたウォーミングアップの様子だ画像2枚を公開した大会公式は文面にストレッチングシンデレラだと記して投稿。 明るいキャラクターからつけられたスマイリングシンデレラをもじったようだジョーク投稿に対しコメント欄では日本人ファンにもはやシンデレラ言いたいだけこんなのまで取り上げられる W と衝撃を与えていた大会中の些細いなシーンも紹介しファンを楽しませてくれる公式 SNS 渋野ひな子は惜しくも海外メジャーに勝明を逃したが 独自のウォーミングアップが関心を集めていた。